ここはトルコとシリアの国境付近です。山吹、元気ですか？お父さんと仲良くしてますか？戦況が変わってもう少しこっちで取材を続けます。ここは正義と正義がぶつかっていて、それによって弱い人の生活が踏みつけられています。多様な正義に隠れた小さな声を、見て見ぬふりをしてはいけない。母さんはそう思う。山吹、花が咲く頃には帰ります。母さん、なんでそんなに強いの？強くないよ。知らないことの方が怖いから。知らないといつの間にか良くない方向に進む世界に自分が加担してしまうかもしれない。母さん、なんで近くにいてくれないの？いるわよ、いつも近くに。嘘だ。母さんいつも綺麗事言って。